どうもほのげです。今回は過去の動物の森で存在したが、集まれ動物の森で削除されてしまった住民を、種族ごとに紹介していこうと思うぜ。動物の森シリーズのすべてのゲームには合計488人、35種族の住民が登場したが、集まれ動物の森ではそのうち、413人の住民しか登場していないのよね。今回は、最新の集まりに登場していない75人の住民たちを前後編に分けて紹介するぜ。過去の動物の森を遊ぶ時の参考になるといいわね。最初にアヒルの住民を2名紹介するぜ。まず、シナビルだな。シナビルは E プラス限定キャラで、MVP T シャツを着たハキハキ系住民だぜ。当時発売していたファミ通に付録として付いてきた、限定の動物の森 E プラスカードを、読み込むことでしか会えないレア住民だね。シナビルは、ファミ通に連載していた漫画家、水品隆之がデザインしたキャラで、漫画に出てくるキャラとシナビルの特徴が似ているんだぜ。お次は、フルーティーだな。シナビルと同じく E プラスにしか登場しない住民だぜ。フルーティーは動物の森 E プラスカードで島に呼べる住民で、南の島に呼べる住民のため、少し性格が違って設定されているんだぜ。ゲームキューブ版の南の島の住民は性格が村の住民とは少し違うんだよね。フルーティーとは言ったものの、家の中のフルーツ要素はスイカだけだぜ。謎のトイレも添えてな。お次はアリクイの住民2名だな。まず、ルルだが、ルルはまつげが1本の住民で、E プラス限定で島限定の住民だぜ。口癖は、あらあらだったわね。お次は、アリンコ。アリクイなのにアリンコだぜ。アリンコは初代動物の森からゲームキューブ版まで登場している住民で、部屋はこんな感じなんだが、見覚えがないだろうか？え？わからない。アリンコの部屋は、実は以前検証した黒猫バグを実施すると、出てくる部屋にそっくりなんだぜ。多分だけど内部的にアリンコの部屋を、呼び出しているんだろうな。はい？びっくりだわ。お次は犬の住民3名だぜ。まずは、バウだな。バウは E プラスにしか登場しない住民で、森を作ろうニューフィギュアコレクション F48 に付属したカードで呼べる住民だぜ。カード限定かつ、E プラス以外では登場しないレア住民だね。バウは、タカラトミーから発売された、バウリンガルが由来だと思われるぜ。液晶パネルのような緑色の顔をしているのがわかるな。お次は、マサだな。マサは黒い帽子をかぶった住民で、E プラス限定かつ島限定の住民だぜ。ヒゲみたいなのも生えてるわね。マサワとタケケの曲、ケケ大名、の E プラスのカードデザインの中に登場していたんだが、トビモリ以降のジャケット絵は、同じ犬住民のロビンに置き換わっているぜ。へえ、本当だわ。お次は、めぐみだな。E プラス以外では登場しないレア住民だぜ。同じ犬住民であるペリーヌに似て、ピンク色の犬住民だな。どちらも現地系住民だが、めぐみは E プラスカードでしか出会えないのよね。部屋がラブリーで可愛いんだぜ。お次は馬の住民2名を紹介するぜ。まずは、エポナだな。エポナは飛び森で登場するイベントのコラボキャラで、ゼルダの伝説に登場するエポナという馬が元ネタだぜ。ゼルダ株をもらえるんだよね。そうだな、もう一人の削除された馬住民である、75もコラボキャラで、こちらはセブンイレブンコラボで登場したキャラクターだぜ。セブンイレブンだから75なのか。削除されたキャラは、飛び森で登場したこういうコラボキャラも多いんだよな。ちなみに75の誕生日は7月11日、セブンイレブンとなっているぜ。また、75の着ているセブンイレブンの制服は、海外だと、24 hour ショップユニフォーム、と、24時間営業店の制服という意味のアイテム名になっているな。面白いわね。お次は牡牛3名、雌牛4名の牛系住民7名の紹介だぜ。まずは、ビフテキ、だな。ビーフステーキの略でビフテキという名前なんだが、ちょっと残酷だよな。食べられちゃうわね。ビフテキは初代とゲームキューブ版限定のキャラなんだぜ。ビフテキは部屋が緑の家具一式で綺麗に揃っているのが印象的だな。お次は、岩尾、だぜ。岩尾も初代とゲームキューブ版限定のキャラで、ボア付きのコートがよく似合うな。体の色と服がめっちゃ似ているわね。お次は、ウェルダン、だぜ。これもステーキ用語で肉をよく焼くという意味のウェルダンから、名付けられていると思われるぜ。ウェルダンは E プラス限定かつ島限定の住民だぜ。牛系の住民は変な名前多いわね。お次はメウシだな。ミルクは初代からゲームキューブ版まで登場したキャラだぜ。現地系のキャラで、牧場物語のような白黒柄の牛なんだよな。名前のミルクは牛乳から来てるよね。直球で好きだわ。ちなみに部屋にはホルスタインな服を3着並べており、同族をもしかして？お次は、アモーレだな。アモーレも初代とゲームキューブ版限定のキャラだぜ。彼女は見た目的に青い株を持ってそうだけど、別に部屋は青くないんだよね。人を見た目で判断しちゃいかんな。
牛だけどね。お次は、キャロットだぜ。カード限定かつ E プラス以外では登場しない住民だぜ。見た目が人参だ。あつ森では本当に人参が登場するから、復活したらややこしいかもな。お次は、霜降りだぜ。初代とゲームキューブ版に登場したキャラで、名前は霜降り肉が由来かな？彼女の部屋の絨毯は、牛革の敷物なんだが、同族の皮を絨毯にするという、正気の沙汰とは思えないことしているんだよね。とんでもねえな。お次は狼二名だぜ。まずは、太郎だな。太郎は E プラス限定でカードから呼び出せる住民で、紫の狼だぜ。部屋には筋トレ道具が置いてあって、ハムスターや魚と流しが置いてあるのよね。調理するのかしら。お次は、ウルフリンクだな。ウルフリンクは飛び森で登場するゼルダの伝説とのコラボキャラだぜ。ゼルダの伝説でリンクが狼に変身した姿が元ネタだね。お次はカエル2名だぜ。まずは、ケロミだな。初代とゲームキューブ版に登場している緑のカエル住民だぜ。カエルの服を初期に着ているが、本人と似ていて可愛いんだよな。一応女の子キャラなんだよね。海外名はエメラルドと、かっちょいいぜ。お次は、サニーだな。E プラス限定でカードから呼び出せる住民だぜ。夏みかんの服を着ているわね。サニーの部屋はなんと、XL の部屋と同じで、使い回しだぜ。ほんとだ。床と壁以外は同じだわ。あと、先ほど紹介したケケ大名のジャケット絵にもサニーが存在したが、飛び森以降ではレイニーに置き換わっているな。ほんとだ。お次はカバ3名だな。まずは、クララだな。ピンクのサイデイプラス限定でカードから呼び出せる住民だぜ。クララの部屋はサッチやマミーといったキャラの部屋の家具配置と一緒だぜ。使い回しが多いわね。お次は、エルニーニョだぜ。初代とゲームキューブ版で登場する紫のカバで、海外名はルルと言うんだ。先ほど紹介したアリクイのルルは日本版でしか出てこないけど、ややこしいよな。エルニーニョはエルニーニョ現象から来てるのかな。ちなみにエルニーニョの部屋はこんな感じで、同じものが縦に並んで置かれているぜ。これ、30秒くらいで考えてない？謎すぎる内装だわね。お次は、ヒポクラテスだぜ。同じく初代とゲームキューブ版で登場する灰色のカバだぜ。ヒポクラテスという名前は紀元前ギリシャに実在したとされる医者が由来だと思われるぜ。ソクラテスっぽい響きだもんね。ただ、名前とは裏腹に、ヒポクラテスの部屋の中は、こんな感じで日本風なんだよな。めっちゃ盆栽とか置いてあるわね。お次はカンガルー3名だな。まずは、小春だな。可愛らしい赤っ鼻のカンガルーで、E プラス限定かつ島限定の住民だぜ。口癖は、ちょいと、で、見た目と口癖から親しみやすい女の子カンガルーぜ。カンガルー住民は子供も表情が一緒に変わったりして可愛いんだよな。お次は、もじもじだぜ。初代とゲームキューブ版のみで登場する赤いカンガルーで、口癖が、ちょ、なんだよな。もじもじは大人系住民で、言うこときついってことがあるが、口癖や見た目的に可愛くて、なかなか憎めないキャラだよね。あとなぜか部屋にトイレがポツンと置いてあるぜ。お次は、エプロンだぜ。初代とゲームキューブ版のみで登場するグレーのカンガルーで、ピンクのアイラインや、バラの服を着ているのが特徴的だな。名前が料理の時に使うあれと一緒だから、ややこしくて削除されちゃったのか？とかいろいろ考えられるわね。お次は小熊3名と熊1名の紹介だぜ。種族的には小熊と熊で区別されているな。ああ、言われてみれば確かに大きさ違うわね。まずは小熊の、アイルだな。後編で紹介する猫のアイルーとは違うぜ。アイルは青い小熊で、E プラス限定でカードでしか呼び出せない住民だぜ。ブロンドヘアみたいな前髪と、眠そうな目が特徴的なキャラクターだわね。部屋はフェザーの使い回しね。お次は、クリスピーだな。クリスピーは可愛らしいピンクの子グマで、初代とゲームキューブ版にのみ登場するぜ。クリスピーは英語名をカップケーキというため、海外では本当のカップケーキと混同しないよう、削除されたのかな？飛び森にカップケーキとか出てきたしな。お次は、ボコだな。ボコも E プラス限定でカードでしか呼び出せない住民だぜ。顔面以外が茶色いから、毛深いクマみたいな風に想像できるわね。実は公式設定で、あつ森にも登場する大工の息子なんだぜ。ほんとだ、何よりも大切な息子って書いてあるわね。ただ、息子は E プラス以外の作品に登場していないという。お次は大きい方のクマの中で唯一削除された、スリープだな。スリープは紫色の大型のクマで、いつも眠そうにしているぜ。顔が寝ているじゃないの。部屋もこんな感じで快適にスリープができるようにベッドが中央に置いてあるぜ。ちなみに見た目や名前から想像つくと思うが、性格はぼんやり系だぜ。やっぱりな。お次はコアラ住民の中でも唯一削除された、ダッコについてだぜ。ダッコはコアラ住民の中で唯一の元気系、カッコは体系だったんだが削除されてしまったな。部屋には音楽系の家具が多いから、音楽が趣味だったのかな。可愛らしいコアラだったぜ。お次はゴリラ2名を紹介するぜ。
まずは、フィーバーだな。初代とゲームキューブ版に登場したゴリラで、白と黒の体に分厚い唇をしているぜ。レインボーな服を着て、随分と派手なキャラね。実は海外版だと見た目が変更されてもっとど派手なキャラクターになっているぜ。この変更はおそらくなんだが、体が黒く唇が厚いという特徴が、黒人差別的表現となる可能性を危惧して、変更されたのではないかと思われるぜ。ポケモンのルージュラの見た目が変更されたことに似ているわね。まあこの辺のことから、後の作品に出すと見た目が変わったりしてややこしいから、削除されたのかな？お次は、ヨーデルだな。ゲームキューブ版限定で、島の住民だぜ。ヨーデルは薄いベージュ色の体をしており、オレンジ色の帽子をかぶっているのが特徴的だぜ。南の島にいるのに、帽子は暑そうだよね。お次は最後に名紹介するぜ。まずは、パトリシアだな。可愛い目とピンク色の角が特徴的だぜ。グラデーションと緑部分で、スイカみたいだわね。パトリシアって聞くと、ドラクエの馬車を引いてる馬の名前を思い出すな。パトリシアも E プラスの島限定住民だぜ。お次は、ワイハ、だな。名前はハワイの業界用語？ワイハーから？かな。ワイハは茶色の際で初代とゲームキューブ版に登場するキャラクターだぜ。部屋にはロイヤル家具にピアノや弦楽器、ベンジャミンを飾ってあるので、育ちがいいのかな？と思われるわ。お次は猿住民10名の中で唯一削除された、猿王についてだぜ。登場は DS 版の追森と E 版の町森だけなんだが、劇場版動物の森に出演したり、他作品の駅員さんに酷似していたりと、割と話題に上がりやすいキャラクターだな。そのせいか集まりで登場していないのに、割と有名なキャラクターなんだよね。リストラ理由はやっぱり駅員さんと似てるからかな？ただ駅員さんとは公式で否定されており、別キャラ扱いだぜ。そうなんだ。でも確か猿尾の部屋に鉄道模型あったわよね。猿尾と駅員さんが同時に出てくる作品がないから、ややこしいんだよな。お次は、ビンディだぜ。ビンディはゲームキューブ版の動物の森で登場する島限定のキャラだぜ。ゾウのキャラの中で、唯一最新作の動物の森に登場していないキャラでもあるな。造形住民はこれまで13名登場しているが、その中で唯一ってのはかわいそうだね。お次はタコ住民の、墨田くんだな。彼は唯一削除されたタコ住民だが、飛び森に登場したスプラトゥーンとのコラボキャラなので、タコというよりイカがモチーフなんだと思うぜ。スプラトゥーン2でオクトエキスパンションが発表される前にすでにタコ住民だったからね。あつ森でスプラさんコラボとかがあれば登場したのかもしれないな。というわけで以上、動物の森の最新作で削除された住民75名中38名を紹介したぜ。残り37名は後半の動画で紹介するのでぜひ楽しみにしていてほしいぜ。このチャンネルではこんな風に、動物の森や他のほのぼのゲームについて、懐かしい、面白いと思えるような、動画を投稿していく予定なので、ぜひ、チャンネル登録して待っていてほしいぜ。みんなの感想や思い出も、コメントで残していただけると嬉しいわ。それではまた別の動画で。じゃあの。